ごい綺麗だね。マネージャーとプチデート。こらこら、二人で海辺を歩いてるだけだろ。はあ、マネージャー今、あれ、なんだかカップルみたいだなって思った？いや、別に思ってないぞ。そういうことにしておいてあげましょう。好きあり。こら、メイ、いきなり水をかけるなよ。って、いない？マネージャー、こっちだよ。まったく、お返しさせてもらうからな。マネージャー、大丈夫？なんとかな。お返ししようにも全く追いつけなかった。ここまで体力に差があるとは。日々の積み重ねってやつかな。月下のみんなといっぱい練習してるからね。あ、そういえばライブ前に琴乃ちゃんと渚ちゃんが海の家に来たよ。二人ともメイが料理を運んでるのを見てびっくりしてたな。渚ちゃんが琴乃ちゃんにかき氷をあーんしてて、照れてる琴乃ちゃん可愛かった。相変わらず仲がいいな。他には誰か来たのか？あとはね、レイちゃんが来たよ。呼び込みを手伝ってくれたんだけど、スーパー竹宮でバイトしてただけあって気合が違ったよ。通りがかった人がびっくりしてたもん。それも日々の積み重ねってやつだな。そうだね。おお、まじまじ見ることがないから新鮮だな。マネージャーの鼻に近づけちゃうぞ。絶対挟まれるからやめてくれ。バラエティの練習になるんじゃない？今時そんなに体を張った番組も少ないだろう。というかそもそも俺はマネージャーだからな。でも今ってマネージャーもよく出てるでしょ。まあそうだな。いや、出ないからな。残念。カニさん、バイバーイ。そういえば、メイはどうして海の家を手伝ったんだ？おじいさんを気にかけてたのはわかるけど。メイの家の近くにね、清水市に一軒だけある駄菓子屋さんがあったの。小さい時は毎日通って、そこのおじいちゃんとお話ししてたんだ。海の家のおじいちゃんを見た時にね、駄菓子屋で一人で子供たちを待ってるおじいちゃんを思い出して、どうしても手伝いたくなったんだよね。そうか。だからあんなに一生懸命手伝ってたんだな。おじいちゃんね、腰を痛めてて、海の家の営業は今年で最後にするつもりだったんだって。でも、メイのお手伝いとライブで、すごく元気が出たみたいで、もう少しだけ頑張ってみるから来年はぜひお客さんとして遊びに来てほしいって言ってくれたの。メイがおじいさんを元気づけたんだな。嬉しいな。あ、そうだ、せっかくおじいちゃんと約束したんだからさ、来年は二人で海に行きたいな。誘ってくれるのは嬉しいが、マネージャーがアイドルと二人で海に行くことはできないぞ。へえ、絶対楽しいのに。今までアイドルと二人で海に行ったことはないの？流れで行ったことはあるけど、そういう問題じゃないだろう。マネージャーは頑固者だな。でもさ、一年あったらいろんなことがあるでしょ？そしたら、マネージャーも考え方が変わるかもしれないよね。この考えは変わらないと思うぞ。でもこの一年は確かにいろいろあったな。これからの一年だってきっといろいろあるよ。大変なこともそれ以上に楽しいこともいっぱい。来年の今頃メイたちはどうなってるんだろうね。そうだな。
また。来年も誘うから、楽しみにしててね。